前の目の前に奇跡の人がいる楽園の使者僕がいる強い酒を吹きつければここは氷河の都市となるお前の影の上霞の人がいる風雲の使者僕がいる強い夢で引きつければここは架空の都市となる今日の夕飯ちゃんこ鍋らしいですよ。私ピザが食べたい。俺餃子食べたいっす。食べたい。もつ鍋がいいな。あ、もつ鍋いいね。もつ鍋いいっすね。あとアイスも食べる。アイス。ああいいね。すいません。すいません遅刻しました。何やってんだよまな板。マジ失敗遅えなぁ。ふざけんなよお前。だから貧乳なんだよ。すげえ言う。すげえ言うじゃないですか先輩すいません。なんで遅刻したら貧乳じゃやめてください。気にしてるんです。気にしてるんです。このまな板が。許してください。好きでまな板に生まれたわけじゃないんです。おはよう諸君。やっとるかね。おはようございます先生。おはようございます。おー、いい心がけだ。早起きだなみんな。精が出とるな。すいません。おはようございます先生。この中で朝からいきなり握ってきたやつはいないだろうな。いません。もちろんいません。本当だろうな。はい。レベッカが遅刻してきました。え、なんだと。いや違います。なんで遅刻したんだ。いや、あのちょっと握ってまして。握ってたんじゃねえか思いっきり。だいたいてめえに朝から元気だったんで。女性キャラなのになんで握ってきてんだ朝。すいません。どこ握ってきてんだてめえ。いろんなところ握っています。自分のじゃないのも握っています。すいません。羨ましいじゃないか。ちょっとすいません、お金がないんです。どういうこと。お金がないからに。あ、そういうことね。すいません。てめえ変な商売手出してんじゃねえよ。そんなことありません。握っているだけです。うん、まあそれは俺も同じだけども。うん。先生はどうやって握るんですか。俺はシーシーに握ってもらっとるよ。シーシーな。シーシー昨日もな、握ってらっしゃるんですか。昨日もな、ちょっと、先生、それぐらいで。先生、先生、それぐらいにしてください先生。放送できません。レベカ。はい。貴様は俺が稽古つけてやる。あ、すいません先生、ありがとうございます。罰として、ボコボコにされるやつだ。揉んでやるからな。どこですか先生。先生どこですか。ない父を。ない父を。ありがとうございます。大きくしてください。大丈夫ですか先生、これこの流れ。なあシシ、いいよな。シシいいよな。なんでですか、やめてください。とんでもねえ。他に遅刻したやつはおらんのか。大丈夫か先生。幼稚園が幼稚園が遅刻しました。
ひどい先生、幼稚が遅刻しました。なんだと幼稚2本ぐらい握ってました。何握ってました。やめて。トイレで握ってました。あ、はい、先生、はい、すいません、先生。毎日握れよ。自分は握ってもらってます。すいません。こういうかよ。あ、先生、先生、彼女ができたんです、幼稚。自分は握ってもらってます。すいません。てめえ後で稽古つけてやる。なんで。うわなんでなんでだろう。先生、私握る相手がいないんです。なんだと。どうすればいいんですか。誰だ。ここずんこさんです。すんこうか。名前かんで。ずんこう。なんか名前違うんですけど。先生、うんこうか、うんこ。違います。おむつや。うんこだろ、お前は。ちょっと発音が違うわ。先生、ずんこさんです、その方は。うんこ。先生、うんこ。はい、俺の握ってよし。あ、いただきます。先生、奥さんが、奥様がいらっしゃいます。後ろの目線が怖いんです。シシ、いいよな、いいよな、シシ、いいよな。最低だ。この先生、お前らしっかり稽古するように。はい、はい、ありがとうございます。ここが坂本武漢か。頼もう。お前は誰だ。やれんのか。おい、ここどこだと思ってる。うせ、いて、シフォー。ここで一番強い奴は誰だ。この武漢を乗っ取ってやるわ。シーフォー、誰か来たみたいですよ。ん、誰じゃ、誰じゃ。あいつです。お前がここで一番強い奴か。シーフォー、こいつ超大根です。わしもさっき聞いていたが、かなりの大根じゃ。やる気あるのか。うるさいわ。ショックショック。やっぱり大根だな、こいつは。まあ、わしが相手をしてやってもいいが、まずは門下生と戦ってもらおう。なんだと。表へ出ろ。いいだろう。ついてこい。おお。やっぱあいつ大根です。くせ。ところでシーフォー、誰に戦わせるの？そうだな、誰にしようかな。幼稚んではあいつにはかなわないだろうな、きっと。まあ見た感じ、まあまあやりそ。ん？誰、なんだ今の声は。ひどいです、スイフォー。この腹話術の声とちょっとかぶってるじゃないか、あいつ。あいつ目立ちたがりなんです。よし、それではレベッカ出てこい。やってやってください、師匠。私ですか、師匠。チーフォー、あいつめちゃバイです。関係ねえ。あいつで大丈夫なんですか。関係ないっしょ。バカ野郎、めちゃバイこそいいんだぞ。え、だって巨乳がいいに決まってるじゃないですか。師匠、お前は分かってないな。師匠、巨乳ならずんこさんがいます。それはそれでよし。パフパフする？するなんだこれ。キャラがブレすぎだぞ。
キャラがブレすぎている。いいんだよ、おいペチャパイ。はい、相手をしてやれ。わかりました師匠、ペチャパイの意地見せてやりますよ。おい大根役者うるせえぞ頑張れレベッカ。彼女に勝てないようであれば私と戦う資格はない。こんなやつ秒殺だ。よし始めろ。それではレベッカ対ホーリーヒサンダーの試合を開始する。始め。まな板、まな板を避けた。はい、よいしょ。これからが成長分だ。ほら、やっぱり C4 巨乳の方がいいですよ。わしは彼女のこれからの成長に期待しておる。さっきより強い。バグってる、すげえ。おい、ほら、よいしょ。どうした？で、あれなんだよ、体力見えてね。よいしょ。あ、まずいな、ほらほら、最初から最後まで大根だな、あいつ。よっしゃやられた。どうだあ、レベッカ、よくやった。ありがとうございます、師匠。頑張って巨乳になります。お前はそれでいい。どういう意味だろう。まあ彼もなかなか強かったな。どうだろう、彼を坂本武官に迎えてみてはどうだろう。みんなどう思う。私は別に構いませんけど。いいけど、思います師匠。いいと思います、師匠。C4 ファンも割れそうです。反対です。えそういうことだ。おとといきやがれ。私から以上。なんで言ったんだろう、ね、どっちも師匠じゃないのあれ。シーシー、飯にしよう。はい。それでは、サンダの修行を再開する。レベッカ。はい。ズーメ。うっす。キャラブレとるな。うっすって。チャラいキャラだったっけ。キャラかぶってるからな、なんならな。よし始めるぞ。修行の成果を見せるんだ。了解です。頑張ります。よし、それでは試合開始。ほら、揉んでく。こっちも揉んでく。ほら、はい、揉まれた。はい、よいしょ。どっちも可愛いよね。よいしょ。いで、いいね、黒髪のちょっと褐色肌と金髪の白い
どっちも素敵です。あ、もう一発いけたよ。おら、いい、いい、めちゃめちゃいい勝負。よいしょ。おー、うまいね。これはレベッカが硬い戦法になってきてますね。硬いね。あー、強いですね。うん、勝利受け。あ、勝利受け。勝利受け。ほどーくん。あ、もう手を出すと弾かれちゃいますよ。おナイス。いいな。やばい、横取られた。よいしょ。え、あ、また土持ってきた。うん、果敢にね、手を出していくもやし味はちょっと距離大きくなったんじゃないですか。よいしょ。あー、やれた。やったったわい。あー、腹減ったな。ルーベック勝利。私の方が巨乳だったということですね。いやいやいや、変わらん変わらん。どっちもどっちだ。変わらん。違うんですか。違いました。巨人。はい。予鎮です。出てこい。はい、先生。トーカ、出てこい。うん。カリーナ。あいつカリンス。カリーナお前。頭も軽い、ね。坊主だから軽いとかはよくわかんないけど。予鎮。はい、トーカ。サンダージメイン。いいよ。よいしょ。みんな多分集中できないと思うよ。今日は。それでは次、レベカ、ほい、出てこい。うんこ。はい。うん、うんこ。かわいそう。めっちゃ不満、めっちゃ不満出してます。うんこだって。姉さんかわいそうです。なんでもいいよ、私は。懐が広い。めっちゃブーイングしてる。はじめ。おい。頑張れ。よっ。こんなでトイレ掃除サボりやがって。それは姉さんがやれって言ったやつです。姉さんの番だったんです。痛い。すげえビクビク。なんだって？なんだ、先に彼氏とどうなの？なんだって？あれ彼氏じゃないんです。なんだって？お客さんなんです。なんだって？姉さんが見たらあれ、彼氏じゃないんです。うんうん、痛い、痛い、強い。どうやって握り心地は？握り心地、あいつクソビッチ。悪く悪くなかった。なんだって？集中できん。集中できないよ、全然。何が集中できないだよ。言い訳？よっしゃ、逃げられた。それでは次、ズームイン。うぃーっす。やからか。あれ、兄貴頑張れ。あんな可愛らしい顔してる。ズームイン相手は幼稚園。こいつとやんの。幼稚園肩握ってやんよ。マジで、いつも泣いてんじゃんこいつ。こうやっていつも泣いてんじゃん。めっちゃ煽る。めっちゃ煽るけど。いつも泣いてんじゃん、こうやって。幸福してる。ボコボコにされるぞ。
雑魚キャラ感めっちゃ出てんじゃん。それでは三打開始。ほら見た目の割にズーム強いから。ヒーヒーユーマン握ってやんよ。ほらほら、なんだなんだけど、ほらこの間はよ、裏でこそこそよキスしやがってよ、見てんだよ。誰と誰とだよ。やめろここで言うの。モンさん誰とだよ。浮気してんじゃないのかお前は。なんだって。見てんだよ。俺は見てんだよ。ほら。ミッキーマウスみたいな頭つやが。さっきの道場破りか。ミッキーマウスみたいな頭つやがって本当も。さっきの道場破りなんですか。あることねえこと言ってんじゃねえよ。あったの？ちょっと前シーシーとちょっと。え？ビチャったんだけど。なんだって？ドロドロしてきた。あれどういうこと？ドロドロしてきたとこの時間。どういうことだそれ？見てみろよ。どういうことだシシ？記憶にないです。あいつ設定女キャラじゃねえか。何言ってんだあいつ。そっちか。そっちか。ズーメイのズーは そのズーか。やばい。どのズーだー。ああやられたー。ズーメイ、二股やられた。命握れないわ。ほら、握りましょうね。いるもん。誰かなきゃいるもん。それでは次。レベッカ。ほい。どうか。いい。出たな、チャラ坊主。だよ、お前。やってやるわ。お前よ、この間よ、俺のスカルプリー使ったろ。なんて？俺のスカルプリー使ったろ、お前、この野郎。使ってねえよ。使ってねえよ。あれ、だったんだぜ。使ってねえっつうの。特注だったんだぞあれ。ごめん、使いやがる。ボコボコにしたる。置いてあったんだ。開始。え、いいの？ナイスオッケーです。スカイツリーがなんだって。スカイツリーが何だって。電動のスカイツリーだろ。電動？電動のスカイツリーだろ。気になる。あんなでかいの仕込みやがって。結局下ネタになっちゃうんだな。あ、無駄だよ。このペチャパイが見て。どっちもペチャや。今泣いた。くそ、くそ、俺のスカール VD を。お前も無理だよ。無理だよ。くそ、くそ、くそ。そうだ。お前のスカールは俺のもんだ。お前で強い。スカイツリーってなんだよ。スカルプリって言ってたんじゃない。スカルプリって言ってたの。俺スカイツリーって言ってたぞ。スカイツリー、スカイツリーの方がなんかなんて言ってた。スカルプディって言ったの。なんかスカルプディをスカイツリー、あ、スカルプディ、うん、俺スカイツリーって言ってた。スカイツリーをだから握ってるんだろうなっていう話だったって。そうそうそう、一物がでけえんだぞみたいな話かと思ってた。そういうことだと思ったの。スカイツリー級みたいなことを言って。みんなそういうこと考えてるからそう聞こえる。電動のスカイツリーとか言うから何言ってんだこいつみたいな。ちょっとそれはすごい。それはマジでやばい。スカルプリーだったわけで。やべえ。次は用心。はい。相手ず
うんこ。言えなかった。言えなかった。言えなかった。頑張ったんだけど。惜しかった。惜しかった。惜しかった。だいぶ頑張ったんだけど言えなかった。また別れたんだってから人。泣いてんじゃねえか、また。すげえ煽りキャラだな。でボコボコにされるっていうキャラだな。あんたの彼女人形じゃん。はあ、騙せるやつでしょ。なんだってな。あれはあれでいいぞ。あれはあれでいいぞ。それでは師匠の開始。師匠のお下がりか。あ、まだ使ってくれてたのか、あれ。そうだよ。お下がりなんですか。嫌だな。やだ、匂いとか大丈夫なんでしょうか。やばそうだな。病気がうつる。あれで37代目だけどな。37代目。師匠、奥さんがいます、この人。おう、シーシー、この野郎、夜のサンダーも楽しもうぜ。気持ち悪い。幼稚園は彼女とどうなの最近。最近遠距離でちょっと会ってないかな。へえ。ああ、それは彼女違うやつの握ってるよ。わわわ、なんだなんだろう。あわわわわわ、ひでえ。殴り合いながらなんかすげえもんね。なんか今後ちょっとリアルにその流れ変わるとまずいぞ。すいません。一生見たくない動画になるよ、幼稚園が。そうだな。そうだな。気をつけてくれよ。大事にしてくれよ。愛があれば。あっと、やばい。フォロー始めた。やばい。あ、椅子に座った。椅子に座った。じゃあ。私が幼稚園を握っとく。ダメだ、彼女の問題はそれは。幼稚園、楽しんでおいで。やめろ、楽しんでおいで。じゃあちょっとここの2階でやってくるわ。姉さんに教えてもらえな。握りすぎないように。やめろ。幼稚園が大人になっていく。もう私しか受け入れなくなるわよ。握りだ。食われた。ただいま。早い。幼稚園早い。幼稚園テッカテカだな。そうなんだ。瞬殺やん。瞬殺された。飛んだかな、遠距離まで。ずっと下ネタだけど大丈夫かな。やめろ。いや、それがもう編集でなんとかしてもらうしかないですよ。いや、もしかしたらもう B 映すとこないわ。 B じゃない。ずっと B だろ。なんか P P 出るの楽しいかも。喋る会話が全部 P じゃないですか。無理やり締めようとした感じ。ではわしが直接稽古をつけてやろう。お願いします。幼稚園出てこい。はい、師匠。いつでもかかってこい。最近どんなにですか。ちょっと師匠にも絡んでくのかよ。どうなんですか。ナイス、OK です。あ、どうとは何だ。どうとは何だ。クリアさんが来ちゃった。新しい門下生が来ました。わしが相手をしてやろう。なんだ、ジジイじゃないか。裸足じゃないか、彼は。裸足にガントレットという斬新なスタイルじゃないか。めちゃくちゃ強い。嫌いじゃないぞ。ずっと見てる。戦えたそうだな。師匠強いです。当たり前だ。おれ、師匠、新しい門下生が邪魔するでない。あ、ちょっと待ってください。戦闘再開した方がいいですか。やろう。あ、いいですか。
ああ、かかってきなさい、いつでも。ハプニング多すぎるだろ。まあ、しょうがない。お前さっきズンコに握られて、ちょっと力が入ってないぞ、腰に。腰が抜けて、腰が抜けて、ポンチョしか出ない。全然力が入ってないパンチに。良さそうだった。ね、全部吸い尽くした。なんだって？やばかった、あれは。てめえ何ズンコにしてもらってんだ、この野郎。すごかった。腰に力が、やばい。ちょっとズンコさんにやられすぎたな。頭を冷やす、頭を冷やす。了解です、師匠。絶妙な角度。絶妙な角度だ。今の面白かったな。優しいな。さっきの人すみませんでした。アイスブリックさん。どうもアイスブリックさん。声聞こえないです。坂本シャチです。アイスブリックさん。変電する。アイスブリックさん。アイスブリックさん。アイスブリックさん。すごい。すごい逃げてる。アイブリさん。兄弟に見えてきた。仲すごいいいね。仲いいな。仲いいな。ちゃいちゃしてるよ。お兄ちゃん。お兄ちゃん。お兄さん。お兄ちゃん。絶対逆だろう。お兄ちゃん。アイスブリックさんどうも。おいスブリックさん、こんにちは、シャチです。おいスブリックさん、覚えてますか、おいスブリックさん。お知り合いですか。シャチなのよ。やろうよ、久しぶりに。やろうよ。喧嘩売りやろうよ。やらんのかい。アイスブリックさん、こんばんは。あ、当たった当たった。やってるやってるやってる。よし、いいぞ。離れてあげて。すごいいいとこで戦ってるな。頑張れ。よいしょ、頑張れ。アイスブリック。ナイスラリアット。そんなもんじゃないだろう。あ、いいね、回ろう。ちゃんとやってるな。やってますね。パンチしてこないな。してこないね。あ、してきた。あ、海外の方だかな。海外の方ですね。どうなんだろう。首絞めてきた。アイブリてめえ何すんだこの野郎。やっちゃいそう。やっちゃい。どういう意味の兄弟かしら。いろいろありますからね、兄弟っていろいろある。あ、アイブリさん。アイブリさん負けた。さすが師匠です。師匠さすがです。お決まりなんだそれ。頭冷やさせる。この足おー、すごい。この足綺麗に頭だけ。
うまいな。足が最高。足ピーン。入り具合もいいわ。入り具合もいいわ。ちゃんと頭使ってますよ。完璧ですね。アブレさんって、アブレさん出てきちゃうのどうしても。アイブレさん再戦します。頭入った。再戦望んでますけど、師匠。マジか。もうアイブレさん好調。やりまくろ。あ、ごめんなさい。どうか行けよ。あ、ダメ。ポリさんの方向いっちゃうね。軽く握っちゃってやってくださいよ。頑張れ、トーカ。握れ。待って、この人強いの？ちゃんとやってるね。全然、全然話が進まないけど、面白い。いい勝負だな。いい勝負ですね。また叩きつけられた。逃げないで。また叩きつけられた。悲しい。悲しいな。レベッカ、はい、お前やるようになったな。ありがとうございます。師匠のおかげです。修行の成果が出ているな。ありがとうございます。まあ君は一生懸命やっとったからな。ありがとうございます。師匠に剣法を教えていただいたおかげです。父は大きくなっておらんがこれからだから剣法は成長しているようだ。よし、わしが直々に稽古をつけてやる。ありがとうございます。出てこい。はい。シーシー、はい、合図をしてくれ。はい。それで始めよう。はい、行きます。よっ。うん、よし、危ない。あ、誘いだった。優勝。今のがもう誘いって分かる時点ですごいわ。レベルが高い。あ、師匠。パイタッチ。飲んじゃ。パイタッチ、おやめください。修行じゃ。やばい。修行じゃ。ちょいちょいセコ笑う。あ、誘われちゃう。よっ。やばい。やばい。くぅ、やばっ。え、うん、ちょっと待って。やっぱこれが、これが水拳。わし勝利。さすがです、師匠。アイブリさん、アイブリさんがアイブちょっと並べろ、お前。アイブさん、もう今日の修行終わりです。師匠お願いします。師匠お願いします。アイブリ。深いな。握りたいんだね。握りたいんですね。師匠のあれを握るって。
口が死ぬ。ハイリーさんが。じゃあ師匠、師匠最後のお言葉をお願いします。お願いします、師匠。師匠、今日の修行は、あ、今日の修行じゃない、なんだ、今日の稽古はここまでだ。はい、はい、師匠。レベッカ、ありがとうございます先生。まあ遅刻は良くなかったけども、はい、今後も精進するように。はい、すいません、うん、お前には期待しとるんだ。ありがとうございます。それから幼稚、はい、お前にも期待しとるんだ。はい、了解です、師匠。早く行き過ぎだ、お前は。元気かと思って。師匠さんに飲んでもらえよ。ごめん、私の手札は。ズンコ。はい。後で私のところに来るように。集中いたしました。人的な指導。それでは、今日はここまで。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。気をつけて帰るように。家に着くまでが握りたい。じゃあ全員これリベンジしてもらおうか。まだやんのか。ハマってんじゃねえかお前。おい、そこのクソ坊主。てめえよ、見つかったな、坊主。坊主見つかっちゃった。なぁ、死んだ。死んだ。酒飲みすぎて死んだ。飲みすぎて死んだ。